はい、ノモービーレスパーサがやっていきたいと思います。はい、ハッサ桜園学園高校でセンターバックを作っていきたいと思います。敵の方は龍崎、林場、ドラケンで、宮島、司、ソメイ、この6人でやっていきたいと思います。はい、そしてアイテムの方はバドリとマネキネコを持ち込んでおります。ではやっていきましょう。まあ今回林場、ドラケン、龍崎、まあこの辺りが筋力ボーナーが多いです。なので筋力というよりかは敏捷をしっかりと稼いでいかないといけないのかなと思っておりますので、しっかりと稼いでいきましょう。でまずは風って感じで、スピードって踏んでいきたいですね、属性的には。なのでまあ属性はそれでいくんですけども、まあ、最終的にディフェンスいっちゃうと精神が足らなくなることもありますので、まあ、精神をどう振っていくかが大事になってくるのかなと思ってます。はい、そしてここでソメイちゃん来てね、メンタルに来てくれれば一番でかいけど来ない。じゃあ一回休みます。で次のターンソメイ踏みます。それかここで来なかったら、あ来てるね、ここで来なかったらこの後、うん、コンボが来てくれればなんとか終わってくれます、体力はね。はい、まずは月でいきます。月、風、鳥って感じかな。はい、いきます。一応ねそんな感じでいくといいと思ってます。で微妙だな、これフィジカルいきます。で告白本当に早めに来て、うん、あと5人5人5人って感じで来てくれたらでかいです。はい、宮島もう一回呼んできます。でメンタルに来てくれるとでかいけど、これはディフェンスかな、テクでもいいけどディフェンスです。はい、行きましょう。はい、で告白が来てほしい。体力が死ぬ、来ない。じゃあメンタル、いやー来ねえな、パワーだな、フィジだな。さあここは来い、ここは来い、広告来ないとめちゃくちゃ厳しいです。それかメンタルに集まるか、来た、ナイス、危ねえ。もうこれが来なかったら退部の可能性もあるからね。あ、メンタルに集まってる。じゃあこれメンタルいきます。はい、林場1回目、回復取るか、回復取っちゃいますか。はい、回復取っちゃいます。あれ、回、まあ、この辺も取っといて、でスタミナ振ってテク振ってって感じか。はい、でメンタルも悪くはない、まあ、メンタルいくか。いやこっちもいいけどね。はい、メンタルいってきます。はい、行きましょう。 OK です。で林は OK で、宮島はこのセクション中にはつけとき、周囲にはしときたいからね。宮島踏みたいな、踏みたい。あ、いいね、これフィジカルいきます。 OK です。司踏めてるんでかい。ここら辺ね、15とかじゃなくて25体にしたいんですよ。25体にちょっと調整できてるのはこれは結構でかいかもしれない。そうすれば25体にであればね、うん、なんだ、宮島とか踏まなくても周遊に、一旦早く終わっちゃうんで、それはでかいです。いやーこれはディフェンスかな、ディフェンスかなって感じだな。ディフェンスいきます。監督の評価も上げたいけどね、上がってないね。でデート行こうと思ってたらデート全然行ってないね。あいつかさ、次の体力回復はうまいこと来てますし、いやーこれ行くとこね、これ悪くはない。あ、いいね、これオフェンスいいね。この辺マックスにはなるんですけど、周遊増やすのにはこっちの方がいいのかもしれないけど、これこの後のこと考えるとこれオフェンスがいいね。うん、調整3人もされるから、はい、これオフェンスいきます。いきましょう。で次はデートですね。はい、アイセクションクリア、経験点3283とちょっとで稼げておりませんが、セクニーは頑張りましょう。で次は風です。はい、しっかりと便所稼ぎましょう。おー、これ行きたいな、行きたいけどこれはデートだな。ここは無茶するとこではございません。で早めに周遊10人してね、レベル3、うわーもったいな、レベル3にしたいです。でこの後司が来たらすげえもったいないよ。あ、よかった。でこれゴールキーパー以外でお願いします。はい、フォワード、まあ筋力もそんないらないけどね。はい、これはテクいこうか。テク、ディフェンス、テク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 だな。で精神振っていきます。
で、スピード振ってきます。もうちょっと振ってみます。はい、こんな感じでいきましょう。はい、ではアイテクニックいいですね。で、周遊に1人になります。ドラケンで、あと7人。あ、これはメンタルでもいいかな。これはメンタルでもいいかな。テクが司でいけるけど、メンタルいきます。はい、OK です。全員周囲になりませんけどね。あ、2人もなんのなるんか。ごめんなさい、なるの。はい、これで5人になりましたね。もうちょっとささっと、あと3ターンぐらいで5人増やしたいところだけど無理なんだよな。はい、龍崎で、この辺でも、とりあえずパワー振ってスタミナマックスまでいかないといけないか。スピード振って、テク振って、もうちょいスピード振って、はい、これでいきます。はい、そしてテクで2人。これはオフェンスじゃないな。テクはスピードだな。まあ、とりあえず司いっちゃいましょうか。司いっちゃいます。はいはい、2人でありました。 OK です。あと3人です。はい、司 OK です。で、これはテクでいいか。これはテクでいいです。認証稼ぎましょう。認証をしっかりと稼ぎたいです。はい、ではテクいっちゃいます。いきましょう。 OK ですね。技術敏捷はしっかりとこのセクションで稼ぎたいね。はい、ドラケン残り1回。まあ、パワー上がってるからまあまあいいよ。ドラケン終わってくれても。で、周遊を増やすならテクニックか。テクですね。龍崎が遅いのはちょっと辛いな。まあ、しゃあないけど、精神、ちょっと精神を振っておきたいのだが、はい、これでいきます。はい、ではこれテクいきましょう。で、次デートです。え、末吉と矢部坂ってこれで終わる？あ、終わった。ナイスです。あと1人か。あと1人で周遊上がりますね。周遊が上がってくれる。じゃあ、ここはデート行きます。はい、デート2回目で、これは筋力技術、ちょっと筋力もらっとこう。セクヨにならないとちょっと筋力稼げないから、まあここら辺で筋力ちょっと補充しておきます。はい、 OK、 林場終わりで、龍崎で、このセクションでできれば、でこのターンでできれば周遊をマックスまで行きたいところ。あれ、白崎ってこれって行けたっけ？まだだよね、多分。あ、行けてる。これで終わるわ。これで終わる。ナイス。終わるのであれば、行こう。待って、ちょっとパワー振りたい。ディフェンスとこ。はい、ではテクニック行きます。行きましょう。はい、OK ですね。周遊になりました。オッケー。で、ドラケン、あー、成功。ナイスです。危ねえ。成功したのはでかい。で、体力持ってかれた。あー、これメンタル悪くはないね。メンタル悪くないからメンタルいこうか。で、精神を振っておきたい。後で精神足らなくなるっていうのはちょっと辛いからね。この辺で振れるとこは振っておく。はい、こんな感じでいこう。はい、いきまーす。はい、メンタルいきましょう。はい、周遊ナイスです。で、スピード、あ、いいね。 19% ですが、これは勝負したい。龍崎がいけてる。はい、勝負します。勝負。あー、グキったー。マジか、危ねえ。大きな怪我しなかったからまだいいけど、今の結構でかかったな。今の結構でかかったな。うん、そこはあんまり、いやー、でもスピードかな。スピードいきましょう。はい、ホットナイスさん。で、次デートです。
このセクションであまり行かなかったな、周遊な。もうちょっと周遊増やしたかったけどね。はい。では、この調子で行きましょう。はい、では出ておきます。まあでも、このセクション多分1万5000点稼げてないんですよね。稼ぎたかったな、1万5000点はね。2万点ぐらい行きたいんですよ、このセクションで。ワンチャンで。14,398。では、セクさんやっていきましょう。もうちょい。じゃあ、流星群。残念。で、これは、風です。まだ技術稼げるし、ここは風で、民衆を稼ぎましょう。あー、でかい！でかいでかい、それでかい。竜崎も近づくしね。でかいです。ありがとうございます。それはナイスです。で、オフェンス打っておきます。で、こんな感じかな。はい、行きましょう。はい、ディフェンス行きまーす。ナイスでーす。で、妹さんがこれで行ったのかな？こういう、あ、まだか。こういうタック連発してほしいよな。印象乾燥しているディフェンスタックとかありがたいです。筋力乾燥しちゃうからね。さっきの。はい、終わり。まだあと2個、ごめんなさい。お、いいね。いいね、いいね。こういうスピードタックは助かるよ。ディフェンスタックは助かるよ。はい、ではディフェンスいきます。OK です。で、次のターン回復ですね。このセクションのディフェンスタックは結構助かるな。臨床ボナがついてるからね。お、あ、でもこれ、こっちですね。で、竜崎を終わらせていく。終わらせていくんですけども、とりあえず、こうかな。精神振りたい。精神振りたい。精神振りたいが、振るものがない。はい。では、スピードいきまーす。いきましょう。竜崎終わってくんないよね、多分これね。次のターンだって気がする。はい。で、ささっと US ぐらいまで、さ、定値を上げたいんだよな。US ぐらいまで上がったら多分、これ一発でいけるからね。12。あ、悪くない、スピード。あー、でもこれディフェンスか。あ、でも周遊。こっちかな、スピードいこうかな。ディフェンスもいいんす。ディフェンスかな。微妙だな、これはな。で、ここでちょっと精神振りたい感じもするんで、ディフェンス行こう。どうしよう。こっち行くか。本当はこっち行きたいけどね。はい、行きます。です。で、3人以上、周遊なるところ来てほしいな。ないかな、そのとこ。あ、これはデートだ。あ、テク、あ、これはテク行きたいな。これはテク行きたい。このテクは結構でかい。ね、でかいです。はい、ではテクいきましょう。 4% 4人3人3人。あ、全員になった。 OK です。ありがとう。まあ、精神乾燥してるけどね。それはしょうがない。それは仕方ないですね。つかさで、これはリンゴ。上が精神なんで、ね、でテク OK。 でかい。これテクいきます。いいね。てか早めにあいつ終わらってくんねえかな。竜崎終わってくんねえかな。精神が溢れまくるんだよな。オフェンスも振っといて、これかな。はい、ではテクいきましょう。はい、で次デートです。はい、 OK でーす。ナイスでーす。で竜崎終わって、終わんない。メンタルメンタルメンタル。まあこれはいかない。デートです。で、テク行って、はい、デート。で、残り、テクニック連発でもいいな。テクニック連発でもいい。技術が欲しい。あー、でも、しょぼいな。まあ、いいか。周遊あと3人。まあ、これはテクいきます。これはテクいっておきましょう。はい、行きまーす。はい、行きましょう。で、テク、テク。スピード、テクスピード、テクスピード、テク。お、悪くない。しかも周遊2人増える。ありがたいですね。これはテクいきます。で
でまた精神あふれるけどね、それは仕方ないよね。はい、これでいきましょう。はい、ではテクいきまーす。いきまーす、いきまーす、いきまーす。で、周遊が2人増えました。残り1人です。はい、精神あふれ。で、龍石終わった。で、やっとこれで触れますね。うわー、それ失敗する。バリケード失敗する。まあいいか、ホランクス。待って、これ振っちゃうと民衆が振れない。いやー、行きたかったな。でもここはデートですね。ここはデートです。はい、デート行きましょう。はい、デートラスト、ラストデート。で、団結力成功してね。バリケードは失敗したけど団結力は、はい、オッケー、成功。で、龍崎くん、これは体力消費したくないです。で、ここは周遊増やそうか。はい、オフェンス行きます。で、テクはこれでマックス。はい、で、オフェンス。待って待って待って、精神振りたい。精神振りたいけど、これは精神ミスったか。精神振れないね。精神振れないね。オフェンスでも振っといたらよかったかな。まあ、いいか。はい、こんな感じっすね。しょうがないっすね、これは。はい、では行きまーす。オフェンス行きましょう。はい、全員周遊になりました。大周遊です。さあ。さあ、ラスト、テクニック稼がしてくるね、このセクション。多分、セクションはね、ディフェンス連打するから、ディフェンス連打するんで、これはね、技術が欲しいんですよ。で、つかさ終わり。失敗してる。ちょっと失敗多くない？これ、だって、めちゃくちゃ上げてるよ、みんな。ディフェンス。うわ、しょぼ。しょぼい、しょぼい、しょぼい。まあ、とりあえず振るけど。意外と敏捷が取れてる感じはするね。はい、ではディフェンスいって終わりましょう。はい、 3% 危ね。さあ、セク4、セク4はディフェンスでしっかりと筋力まで稼がせていただきます。はい、33,503 ということでセク4やっていきましょう。これは鳥です。で、ディフェンス、まあいいね。で、とりあえず、振っときます。精神振っときます。まあ、技術ね、どっかで足らなくなっちゃうから、技術がどっかで足らなくなっちゃうんで、テクは踏めるようにしたいな。どっかで、テクのでかいのが来たら踏みたいです。はい。宮島、終わり。で、ディフェンス1人。通りか、まあ行くか。これは行っとかないといけないよね。行っとかないといけないよねと。で、そうか、まだ俺スティールがあるんだな。テクニックタック開けてほしいな。はい。いやー、もうこれドリンク飲んでかないといけないけど、ちょっとしょぼいな。ちょっとタックはしょぼいです。さすがにね、タックがないときにあれを使いたいから。いやー、これはテクです。 OK、 宮島来てくれました。 OK です。はい、で、スティールここで取っときたいね。いや、待ってよ、精神が全然足んないかもしれない。精神がちょっときついぞ。こういうことなっちゃうんだよな、精神がね。あー、これディフェンス行く、ディフェンス行くけど、といってドラケンはいけないからこっち行くか。はい、ではとりあえずディフェンス行きまーす。行きましょう。いや、体力足りんのかな、これ。なんか足らない気もする。いけるかな。いけないならどっかでメンタル踏みたいけど。メンタル来たけど、微妙だね。メンタルいっといてもいいけどね。精神若干足らない気がしてきたからね。筋力敏捷は取っときたいよね、やっぱり。9、8、7、6。あ、これ足らねえわ。メンタルいきます。いいです。ここはメンタルいきましょう。ちょっと精神も足らなかったしね。
これセク1にセク2はね、セク1、2はね精神すごい出るんですけどね、セク3、4になるとねちょっとやっぱ精神足らなくなっちゃうんですよね。それはちょっときつい。まあ、早めに龍崎くんが終わってればそれで触れるんですけどね、ファランクスがね。そんなうまいこといかないんですよ。うわテクか、まだまだいいか、テクは振るか。ディールいかないといけないもんね、パスジャミングとかね。相手くいきます。さあもうあとはディフェンス、あとはディフェンスの乾燥タック連発しよう。精神まで乾燥してほしい。イエーイ。これはちょっときつくないか、それはちょっときつくないか。まあ確かにまだ技術はいるかもしんないけど、いるかもしんないけど、まあいくか。いやマジディフェンスの乾燥タック来てくれないと困るぞ。はい、マンカーフィーバー。はい、しっかり前半後半いきましょう。で、技術振っときます、技術振っときます。まあいっか、いきます。はい、終わりました。さあディフェンス乾燥タック連発してください。そうしないと筋力も敏捷も足らないからね、精神も足らないよ。そんなばらけないで。あ、これはもうスピードいきます。ばらけすぎてます、ばらけすぎてる。精神欲しいけどな、精神欲しいけど、まあこういっとくか。安易ではスピードいきましょう。さあ次ディフェンスでお願いします。次ディフェンスで、次はディフェンスでお願いします。微妙だな、もう使っちゃっていいかな。来い。いやーもうこれ以上は無理だ、これ以上やっちゃうと後で大変になっちゃう。でダイナミックいって、スピードいって、ディフェンスいこうか。はい、さあカンストタックよ、来てくれ。体力はギリ足りる、カンスト。微妙だな、まだ筋力が必要だからね。ダイナミック、パスジャミング。で、ディフェンスいきます。本当はね、本当はテクニックで民主を稼ぎたいところなんですけど、ここはいいです。筋力稼がせてもらいます。で、ディフェンス。しょぼい。なんで？なんでこんなに来ないの？やっとダブルタック来ました。やっとだ。ダブルタック、もうちょっとパンパン来るイメージがあるんですけどね。はい、ではディフェンスいきます。あ、筋力が増えました、ごめんなさい。はい、そしてここでディフェンスが来るかな、来るかな。はい、ダブルタック OK で、筋力が余ってきてますが、まあとりあえずこれでいいですね。はい、では行きましょう。さあラストターンもディフェンスでお願いします。もうここはもう技術とか細かく稼ぐんじゃなく、ディフェンスでがっつり稼ぎたいです。行くしかないからね、筋力。まあそうだね。はい、ではこれで行かせていただきます。行きましょう。はい、終わりました。ということで、さあ最後はディフェンス乾燥タックでお願いします。ちょっとね、今回ディフェンスの乾燥が1回も見れてないからね、1回も見れてないよね多分。いやーバラバラじゃん。まあダブルタックね、まあこれは行きます、これは行きますが、とりあえずディフェンス振って、あとはこの辺だもんな。はい、とりあえずディフェンス行きます。はい、行きましょう。はい、で何を振るかなんですけど、とりあえずディフェンス振るか。ディフェンスだね、優先はディフェンスだねやっぱり。はい、であととりあえずこんな感じで行ってしまいましょうか。うん、終わったら、パスジャミン、スティールぐらいは取れるかな。スティールと、この辺は取りたいかなって感じがあります。はい、では行きましょう。はい、終わりましたということで、さあ、どれぐらい稼げたかな ?5 万点ちょいは稼げてるのかもしれないけど、5万5000点、6万点はいってないかもしれません。はい。で、今回まではメインのアカウントを作らせていただいております。で、次、ね、明日からはちょっとサブアカをやっていこうかなと思ってます。ガチャ引かずにどれぐらい、ね、いけるのか、ちょっと試しを、していこうかなと、考えております。ということで、今回は、経験点いくら稼げてるでしょうか。53,308。では、振ってまいります。
はい、降ってまいりました。まあ敏将と若干精神が足らなかったですね。まあ精神は多分宮島とか龍崎が金卓終わるのが遅かったっていうのもあるかもしれませんが、まあ敏将不足はもうちょっとなんとかしていくしかないですね。ワラン薫入れればまあスピードタック、ダブルタックを踏めるんでもうちょっと稼げるのかもしれませんが、ちょっとそういうわけにもいかないんで、またその辺は調整していこうかなと考えております。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。